大和郡山市にある県中央卸売市場で開場45周年に感謝する催しが開かれました県中央卸売市場は1977年に開場し生鮮食料品の流通拠点として県民の食生活を支え続けてきました感謝祭のオープニングセレモニーでは県中央卸売市場協会の西川啓二理事長が 45周年を迎えることができたのは多くの方々の支えのおかげだと感謝の言葉を述べました続いて新井知事は県が進める市場の再整備について触れいよいよ大きな一歩を踏み出すことになると挨拶し新たな市場に期待を寄せました会場には県内外の安くて新鮮な野菜や果物魚などが並び多くの買い物客が列を作りました その他マグロの解体ショーなどの催しも行われ会場はにぎわいを見せていました。